せーので、はい、はい、皆さんこんにちは、ひーくんです。ゆいです。こうきです。ゆいです。そうなんです、今日は家族4人でチャレンジしていきたいと思います。何チャレンジするんですか、今日は。え、ペタマックス。そうです、こちらです。ペタマックス激辛ラーメン。ペタマックス、超ペタマックス辛味噌ラーメン、いきましょう。今日は、家族みんなでこちらを食べていきたいと思います。4人でね、前のペタマックス焼きそば食べた、今回はなんと味噌ラーメン。え、ペタマックスラーメンだよ。ペタマックス、うん、ペヤングからねラーメンが出たみたいで、これはやらなきゃいけないということで早速買ってきちゃいました。で、今日の夜ご飯に、みんなで、ね、ラーメンをつつきたいと思います。よろしくお願いします。調理方法は絶対に一緒なのかな。なんかポテチみたいな。あ、でも蓋を右下のつまみ、あ、これですかね。火薬取って、ポテト、熱湯入れて、あ、熱湯入れてスープを入れ混ぜ合わせお召し上がりください。だって切っちゃダメじゃん。お湯を流さないです、ラーメンだからね。流しちゃった。流しちゃったらもうスープないんじゃない。じゃあ開けてみて一回、うん、ね、これが入ってるってことだな。具なしだったらどうする。ただの味噌味。火薬だからあるよね、あるよね、うん、なんかあれポテチみたい。3、2、1。おお、反対だよ。反対になってた。こいつはさよなら。こちらが超盛りペタマックス。あ、本当だね、やっぱ湯切りのあれがないね、うん、あ、なんか絶対に一人で食べないでください。ということで家族4人でチャレンジしていきたいと思います。早速ちょっとお湯を入れていきますんで、 2.2 リットルね、入れないといけないんでね。さあ、じゃあお湯入れていきましょう。さあ、そろそろお湯が沸くので開封していきましょう。お願いします。はい、線まで、うん、うわー、なんじゃこりゃ。火薬、スープ、火薬、あ、ちょ、そんだけ。え、スープ、何、重い、スープ重い、すごいね、すごい大きい。それ入れるんだな、それ。え、もう火薬1個だけ入ってない、覗いて。あ、ある、あるって。どんな感じ、どんな感じ。うわー、これ8玉入ってるから、いやー。じゃあ火薬開けてスープを後で入れるんだよね。うん、火薬入れるね。うん、やばいね、本当に写真のそのまんまができる感じだね、多分、うん、やばやば。これで3分できちゃうんだよね。ね、それがすごいよね。なんか10分とかさ、うん、待つわけじゃないから。さて、 2.2 リットルのお湯をぶち込んでいく。これあとスープ最後じゃない。なんかできてから書いてあったね、だっけ。うん、あ、ほんとだ。うん、先入れたらもう多分もう台無し。じゃあ入れるよ。ちょっと、あ、まあいいか。 OK、 かけた方がいいよね。はい、 OK、 お願いします。うわ、こぼれた、うん、いけ、だいぶだいぶ。おーし、2.2 リットルってさ、沸かせるの、みんな。どうやってやるのってね。うん、もう鍋でさ、お湯沸かさんと、これ。え、線までとかあるの。いいよ。ちょっと待って、怖い。勢いよく。勢いよく行くしかない。多分大丈夫じゃない。あー、出てる。え、足りないお湯。いや、ここまでじゃない。オッケー。うーわ、もう増えるわかめのように。すごい。いいね。じゃあ3分待ちましょう。え、3分3倍 ?3 分3倍。では、じゃあ3分経って、また開けましょう。で、このスープを入れましょうだよね。乗せといていいの？ね、なんか温めた方がいいのかな？沈んでるね。ね。やば。めちゃくちゃ重いんじゃない？お、はい、3分経過しちゃいました。ということでオープンしていきましょう。お願いします。
ビリビリと一気にいっちゃってください。うわ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 、チャーシューついてる。箸貸して一個。これどれでもいいよ、どれでもいい。チャーシューがペロペロってね。カットだからいいでしょ。いや、こっち取ってる。うわ、顔そっちは全部入ってるよ、これ、ゆっちゃんの、うん、めっちゃ可愛いなっつっちゃった。うん、大丈夫。え、なんでそっちは今使わない、こっち使うから。そう、ここカット今、うん、やばいやば。え、ちょっと待って、混ぜた方がいい？これちょっと一回、うん、やばくない？これやば、えぐ、うおうおおなんか、わかめ重くない？わかめやば。いやー、すごいすごい、見せて。うおー、伸びちゃうのかな。ね、早めにスープ入れた方がいいかもしれない。これスープ、スープ入れる、ここに。味がない、今。お湯、お湯のまんまだから。お湯、お湯。さあ、行って行って。おー、いいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいよ。お、いいね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 。これで、混ぜ合わせたら、完成なんだよね。すごい、すごい。あ、いいじゃん。美味しそうじゃん、意外と。美味しそう。辛くなさそう。なんかちょっとね、怖かったけどね。おいしい。え、これ入っ、でもちょっと辛い匂いするかも。辛味噌だからやばいのか。大丈夫だと思うけど、バターとか入れてもいいかもね。うん、では実食していきたいと思います。はい、では完成いたしましたので食べていきたいと思います。ありがとう。よし、では食べていきましょう。皆さん手を合わせてください。ください。合わせます。はい。いただきます。いただきます。はい、行きましょう。いただきます。いただきます。いやー。熱いよ。でね、わかめすごい入ってる。うん、うまい。うまい。ちょっと顔。うおーんとか言って空気清浄機が反応してるけど。よし、食べる。でもこういうのがいける気がするよ、ちゃん。うん。おいしいね。うん。ちょっとピリ辛。いい感じの辛さ、ピリ辛。ちょっと辛いの。ちょっと辛くない？大丈夫？いける？うん、ちょっとピリ辛だね。でも、でも麺、これ何の麺？ペヤングのいつもの麺じゃない気がする。一緒なのかな？分かんない。辛いか。忘れちゃった、ペヤング。そう、普段ね、あんまりペヤング食べないからね。うん、あ、でも、ちゃんとラーメン用の麺な気がする。ペヤング、うん、辛い、結構いける、うん、でもこういうのいける。これね、味噌ラーメンと醤油ラーメンがあって、味噌ラーメンのがパパ好きだから味噌ラーメンにしちゃった。ゆきちゃん味噌ラーメン好きだよ。ちょっとずつ食べて辛いから、うん、何分って測るの忘れてた、うん、でもこういうの割れてる。いいじゃん。チャーシューも、チャーシューも、チャーシュー入ってた。チャーシュー入れるの忘れてた、うん、ポテトチップス、ポテトチップスみたい。だってあそこが一瞬ポテトチップスって書いてあった。よっちゃんも、うん、うまい。熱いな、うん、ここに麺つけて。いやでもね、こんな平和なやっぱペヤングがいいよ。パパなんかね、いろいろ辛いの。そう、いろいろペヤング食べてるから。頭おかしくなっちゃう、パパ。ペヤングのことしか考えなくて。パパ、うん、パパペヤングあったら、買っちゃう。あれ買おうかな。すぐ買っちゃう。じゃあなんで二つのあれは買わないの？ハーフ&ハーフ。僕家行ったらもうあれはやめよ。あれはダメ。そうだよ。北金庫始めちゃった。あれこそ一人じゃ無理だよね。あれ一人で。どうする？極撃からペタマックスっつって。終わりじゃん。ゲームオーバー。これハーフハーフやったら最悪。いや無理無理無理。辛いね。食べれる？でもこれさ、待ってる間伸びるんだよ。うん。早く食べる。確かに。もうちょっと汁入れてほしい。あ、いいよ。
けど全部吸っちゃった。もう、うん、早っ。コーヒーいっぱい食えるでしょ。うん、カリキルバルバよかった。うん、で、けどちょっと辛い。うん、ちょっと辛いわ。醤油の方が食べやすかったかな。うん、醤油も辛いやつだった。うん、そうなん。醤油は醤油ラーメン。これは辛味噌って書いてあったから、うん、ちょっと辛いけど大人は。そんなに辛くないかなってね、思ってたんだけど。いやでも、ね、なんか美味しい辛さだよね、うん、でも美味しい。いや全然いける。これもう今日の夜ご飯何しようと思ったら、あ、ベタマックス買おうってね。あ、皆さんも食べてみてもいいと思う。あ、今日もベタマックスでいいんじゃないっつって、お湯沸かしといてっつってね。早速おかわり。はい、おいしい。これでも辛くなかったらね、うん、すぐ出た。醤油だったらね。すごい、もうなんかさ、ちょっと伸びてる気もするし、うん、なんかもうまた元通りになっちゃった。チャーシュー食べたい。ゆっちゃんも。あ、本当だ。ゆっちゃんも見つけたら入れてあげる。あ、やっぱいい。なんかなんか。なんかやだ。ポテトチップスみたいって言ってたから怖い。ちゃんと肉。あ、味は？うん、あ、見た目がだ。うん、美味しい美味しい。薄暗いから食べやすい。ほんと、もう盛り、お、もう2杯目、うん、どうしちゃったの。やばい、また空いてた。珍しいね。ゆっちゃんとかまだこんなんだよ、辛いから。いいよ、これいいね。あの、今日夜ご飯迷ったら本当にこれで家族4人いけるよ。値段は1000円ぐらいだよ。うん、1000円。どうなんだろうね。え、でもさ、一食1000円で鼻膨らんでて、ボリューム楽しんで食べて。一食1000円は高い気がする。ちょっと高いけど、でもペヤングってさ、1個200円ですよね。うん、そうだね。じゃあそんなのか。でも8玉分入ってるからね、ちょっとお得。あ、ちょっとお得なのか。だから8玉をこれさ、小分けにして毎日食べれば得なんじゃない。うん、あの、アレンジして自分でこのラーメンを作っちゃう。汁だけ、麺だけ、乾麺だけ使って。10分ぐらい経ってたよ、もうみんなさ、あーってなってるぞ。で、多分一人用意したね。ラーメン好きにはたまらないかもね、うん、味変がね、できれば。初めて食事中にこんなお茶飲んでる。卵入れたら美味しそうだね。うん、卵と、なんだろうね、バターネギとか、うん、ね、ネギとか、うどん、わかめがすごいね。わかめすごい。お腹いっぱい？違う。汁飲んでる。うん。うん。辛い。これゆうちゃん飲めないかもしれない。あ、辛い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 。あれ、最初の余裕、もうこれ余裕っしょ。本当に10分後。これ誰が食べるの。あと視聴者プレゼント。どっちどっちどっち。なんかいっぱいだよ、もう。ね、ママなんか泣き顔だよ。泣いてない。泣き顔？泣いちゃった？苦しいですよ。ゆっちゃんも泣きそう、辛くて。パパはスープ辛くて？おっとっとっと。そういう時はね、そういう時は動画的に動けちゃう。最悪。最悪。ママに怒られちゃう。いけるのか？あ、チャーシュー。チャーシュー。ババンバンババン。ババンバンバン。何その音楽なの？デデンデンデデン。辛い。辛い。濃そうだよね。なんかさ、体に悪そうな味だよね。確かに。もう最初はね、美味しかったんだけど、うん、美味しかったんだよ。美味しかったんだけど、もう食べてるうちに。中間らへんでもう味に飽きて、うん、うん、で最後もう麻婆豆腐食べたい。やっぱさ、ペタマックスの半分ぐらいがいいんだよ、4玉。うん、確かに。で、ちょうどいいね。一、うん、人一杯。お腹いっぱいなもん。おにぎり。最初スープ全部飲むとか言って。
絶対無理だよ。体に悪いからやめとき。いや、もうこれ以上体悪くなってしまったら精神になってしまう。精神5キロ痩せたのに10キロ太った。すごい。わかめ。わかめやばいね。パパさ5キロ、あ、パパ5キロ痩せたのにマサプロの大きな人なの。5キロ痩せ、5キロ痩せたんですか。なんかしょっぱいもん食べたくなってきた。え、しょっぱいよ。だいぶだいぶね、もうないんだけど。辛いもの。この先辛いものじゃない。これこぼした酒がもう。じゃば。辛いもの、辛いもの。これさ、わかめとスープ断念していい、もうこの。無理じゃない。ごちそうさまでいいか。ダメだ。まだ食べるのか。結構ね、きつい。マジで。一人ではね、これ無理で。一人で食った人はやばい。やばいと思う。二人でもすげえなと思うね。うん。まあ、大人4人でちょうどいいかも。一人二玉。大人4人、子供10人。まあ、醤油と味噌があったんでね、まあ、どっちが美味しいかわかんないけど、まあ、またね、あの、コンビニにも発売したっていう話も聞いたから、僕はスーパーで買ったんですけど。そうなの？うん。ってことで、また、ペヤングを。新しいペヤング食べちゃったんですけど、またなんか新しいペヤングも辛いのがもういいけど、なんか出たらね、またなんかやろうかなと思います。美味しいペヤングがいいね。うん、美味しく、あーこれ美味しいねっていう、またなんか商品とかあったらやっていきたいと思います。はい、よかったらチャンネル登録高評価もぜひお願いします。せーの、バイバーイ。